フィリップ・ローズデールはアメリカ合衆国の実業家。インターネット上のメタバースサービスセカンドライフの制作者として知られる。セカンドライフにおいてはフィリップ・リンデンという名前を持っていた。2020年の現在ではフィリップ・ローズデールになっているのがリンデンラボ公式はライブ配信で明らかになった。2008年、ローズデールは第59回技術。 工学エミー賞を受賞した。リンデンラボによるセカンドライフの制作が受賞理由である。早くからコンピュータ、技術、仮想現実に興味を持っていた。中小企業にデータベースシステムを販売する会社を17歳の時に起こし、売り上げを大学の学費にあて、サンディエゴのカリフォルニア大学で物理学の学士号を得た。1995年、 当時としては革新的なインターネットテレビ会議システムフレビューを制作した。フレビューは後にリアルネットワークスに買収され、ローズデール自身も1996年にそこへ部長兼最高技術責任者として移った。1999年、ローズデールはリアルネットワークスを離れ、リンデンラボを設立した。社名はサンフランシスコのヘイズバレーにある 道路名から取られた。メタバースセカンドライフの制作によってインターネット規模の仮想世界を創造するという彼のライフワークは現実のものになった。2006年、彼とリンデンラボはワイヤードのレーブアワードを受賞した。ビジネスの革新性が受賞理由である。2008年3月14日、ローズデールはリンデンラボの最高経営責任者を実施。 会長職に退くと公表した。セカンドライフで目指しているのは、仮想経済や仮想社会の可視的なモデルを提示することだ、とローズデールは述べている。彼自身の言葉によると、私はゲームを作っているのではない。新しい大陸を作っている。2009年10月、ローズデールは、セカンドライフの開発への関与を減らし、新しい事業に注力すると発表した。 新しい事業とは、ライアンドオーンと共同設立した、会社ラブマシーンインクである。2010年6月24日、リンデンラボの臨時 CEO に復帰した。2013年にハイフィデリティインクを立ち上げている。http ワールドセックライフドットコムレジデント。 A2E76FCD-9360 から 42F6DA924 から00 000003、セカンドライフプロフィールオブ。 フィリップリンデンハット http コロンスラッシュスラッシュ www.emmyonline.org スラッシュ m e d i a c e n t e r スラッシュテックニキロナ w ウ n ナーズデータ h t m l m e オンラインウ w ナーズアナウンスメント abchttp コロンスラッシュスラッシュ lin denlab.com スラッシュアバウトスラッシュマネージメントローズデール リンデンラボプロフィールオブローズベールハット https コロンスラッシュスラッシュウェブドットア .archive.org スラッシュウェブスラッシュ19961231181101スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ www.freevue.com スラッシュ f r e e v u e s i t e o n w e b アーカイブハットワイヤードマガジン イシュー14.0612006アーティクルオンフィリップ・ローズデールハット・ロイターアダンエクスクルーシブローズデールツーステップダウン・アズ・リンデン・ラボ CEO ロイター2008年3月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年3月14日閲覧フィリップ・リンデンリンデン・ラボ2008年3月14日閲覧 ダニエル・ターディメンファニー・イン・フォローイング・ザ・マネーワイヤード・マガジン2006年12月5日閲覧ネクスト・チャプター,フィ,プー,ーフィリップ・ローズデールアンベールズニュー・カンパニーラブ・マシーン・インク・オファーズ、AI ・エアイデストラクション・オブ・ザ・エゴロッツ・オブ・マネー・メイキングニュー・ワールド・ノーツ2009年11月12日閲覧 リンデンラボ CEO のマーク・キングドン氏退陣、そして創設者のフィリップ・ローズデール氏が CEO に復帰。The Second Times HTTP コロンスラッシュスラッシュ www.secondimes.net スラッシュニューススラッシュワールドスラッシュ2010062ゴリンダンラブ HTML2010 年7月8日閲覧。ありがとうございます。